代のお兄ちゃんでポンって言いますね、男の子です。この子もね、人工ヘッドで育ったんですけどもね、今はもうお父さんお母さんと一緒に同じ部屋でね、一日暮らしていますね。どうしたの？人工保育になるとなかなか、アリクイとしての生活に、ね、戻れないこともありますのでね、顔合わせは今もこのように毎日続けています、まあ、お兄ちゃんであったり、あとお父さんお母さんとかともね、毎日必ず短い時間であっても、合わせるようにしてますね。アリクイとしての、生活ができるようにね、コミュニケーションを取れるように、毎日顔合わせを行っています。